さてオーラス小島の親です、うん、ここでね、なんかあ積もったとか言ってね役満を小島が、ね、ドラがウーアン2000点差がないところなんで飯田としてもなんとか土田をラスにしたいうん、しかしいかんせん小島の手がちょっと悪いかでもまあまあかな。飯田はね、あの土田をラスにしたいとは考えてないと思います。あの小島ラスで行こうと。なぜかというと一着になると思ってますから、優勝するには小島ラスにしなきゃいけないなっていう、あ先ほどだった、もうこの予選は勝ち上がる、そうです、という飯田もあのまま終わってたら後半戦がちょっと心配だったんですけれども、ね、今のチートイツの上がりで息を吹き返しましたね、大魔神が、ねえいないと寂しいですからね。さあ飯田もこれはもう平たく平たくピンクでも上がりたい、土田としてはちょっと土田はもうドイツしか頭にないですし、そうですね、このまま3着でなんとかかわし、これはね、はい、こういうとこからね、吹くことがあるんですよね、周りの思惑で、手が遅くなるわけですよ。なるほど。土田もそのラスを貸しに行こうなんて思ってませんからね、手が遅く、伊藤もトップを狙いに行く、正直に平たく打って、あの終わらせたいのは飯田だけっていうね、そういう戦いですよね。これはね長引くんですよ。そうですね、ひょっとしたらこれは全銀脳天で終わる可能性も出てきますねああ有効が染めに行ってます。ここはちゃんと、やはりもう飯田は自分からションパイを打ち出すことしませんね。ですね、羽番を積もられたらまたトップ逆転、僕だとね、あのねどんどん勝敗流しちゃうんですよ、わざと先打ちするんですよ。あそうですか、はい、動いてくれた方が読みやすいし、子供が動いてくれたら楽だし、なるほど、貫浪ピン入ってここで、チューン行きましたね。やはり自分の手を曲げてまで、そういうふうに絞る必要はないっていうことですね、はい、これイーシャンテンですね、小島が2枚目のチュンに飛びつきました。ちゃんとしたかったんですよ、やはり小島もまだ上がり目ありますよね。あ、飯田がゴロッチの、ね、あドラが土田に流れて、これはどういうふうに持っていくか、9ピン、チピン落とすか、それとも3万に手をかけるのか、何の方か、ツモを見たいんでしょうね。そうですね、白が統一になったことで、これで6万切りでチャンタ、リャンワンは場に1枚、あと3枚ですね。何の統一落とし、ああやっぱり統一だったかって、ああこの白は、ちょっと止まりますね。まだ止まりますよね。脱走が入ってからその間に小島が関連番を入れたら白が補充になります。リャンワンは飯田は入り目、土田がリャンワンを持ってきたらどうするか。ああこれで一応うっぱそうで、リーチはかけない、ハネマンツモで逆転だと思うんだから、どうするどうする。伊藤リーチいかない。飯田はここでどうする。伊藤は飯田直撃だと、ああここでリャンワン流されてる、どうすこのリャンワン止まるのか。飯田はだってテンパイじゃないですからね、このリャンワン止まるのか、いやあの小島が関連ワンテンポ、はい、あ行きましたね、うっぱっそうはあと6番山ですか、これは高間にこれでこれはもうこれは行くでしょう、行くか、勝負だね、リーチはないですね
さてここで苦しくなったのは土だ。万願壺だと届きません。あとリャンワンが2枚ですね。あ、1枚ですか、リャンワン。リーズもメホンイペコ、無双壺で買ったんですか。そうですね、裏ドラ次第なんですけれども、休めのパッソーだと。しかし飯田の直撃もありますからね。飯田は万願直撃したらここで降りるようだったら飯田ではないですよ、きっと。よっぽどおかしいんですよ、不調。そうですね、伊藤の捨て牌にはチーピンがあるんですが、チーピン切るかスーピン切るかで迷ってる。迷ってるね、どうして迷うんだろう。小島の親の小島を警戒してるのかな。小島がピン図がウーピン、キューピン、サンピン。あ、ここで行きましたね、一応。小島にはまだ打っても一局がある。さあでもパワーかなり薄いですよね。これは6枚行きの、さあ高め、あ、安めですね。さて考えてます。裏ドラ次第ですね、この手牌で裏ドラが乗るかどうか。一応積もりましたね、万願。さて裏ドラで逆転になるのかどうなのか。さあリーズもメンコン、さあ得意の裏ドラ。ああがっかりしました。がっかりですね。いいのいいの乗らなくて。G1 で万願壺で、あ、初めて今季小島がラスになりました。初めてのラスですね。先週言ってましたもんね、いつか引くと。そうですね、ってことあってんだけどさ、もう飯田は、あれ山越しなんだ、山越しなんだ、やっとと、やっと、やっとこさトップですね。ニコニコしてますね。ヒヤッとしたことでしょう。メーカーから5万って固まったんですか。